自衛隊トップが韓国軍の嘘を完全否定。本日、自衛隊の河野克俊統合幕僚長が記者会見を開き、韓国軍が自衛隊の哨戒機が低空飛行をしたと主張していることに対して、次のように否定いたしました。自衛隊の飛行記録では、高度が150メートル以上、距離は1000メートル以上離れていると説明し、 低核飛行は嘘であると否定いたしましたさらに韓国軍が自衛隊の哨戒機に対して無線で呼びかけを行ったにもかかわらず無視されたと主張していることに対しては呼びかけに対し国際法などに基づいて安全な距離高度で飛行していると回答していると説明しこれに関しても嘘だと否定いたしました最後に さらに言い争うようなことは避けたいし、韓国には冷静な対応を求めると主張されてるんですが、この、今回の韓国側のデマでっち上げに関しても自衛隊が持っている証拠をですね、問題がない範囲で出していただければ、完全に韓国側を論破できるとは思いますが、 現在の韓国軍とは話ができない、コミュニケーションが取れない状態になってしまっておりますので、協議の場を持つのではなくて、日本側から一方的に客観的な証拠を公開する必要があるんじゃないでしょうか。こちら、は今後も韓国軍による自衛隊に対する挑発が続くと思われますので、日本政府にはこういった現場で頑張っている自衛隊を、 自衛官の皆様を守るためにも、早急に韓国がこのような挑発行為を今後、行えなくなるような制裁を発動していただくようお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました